問題はない。しかし、不満はある。という、微妙なストレス状態を理解し、納得する。それが今の、均等労苦社会、その理想ではある。100万人いるのだし少なくとも、50万人以上が納得するものを、とかいうものは目指す必要がない。その場の10万人、それが、いいんじゃない?を量産することこそが求められ、大ヒット、は微妙に不要。自分がいる場所から、ふと二つくらい向こうを見ると、なんだか全然ダメな感じがある。全体主義。その否定ではあるのだが、それはアルイハブーム、その消滅でもあり。古い時代はもう来ない、そう思わないと、この環境で受ける創作は作れない。そう考えるべきかもしれない。結果でしか測れない。幸いか、問題が発生したとき、今のシステムは感情論はともかく理由は出せる。二次創作にも、流儀が。